これがそのゴーストっていう組織のエンブレムになっております。これでオプティマスプライムロボットモードになります。素晴らしいんですよね。めちゃくちゃかっこいい。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トランスフォーマーアーススパークより ESD01 デラックスオプティマスプライムです。それでは見ていきましょう。ということで、こちらはね、タカラトミーさんから開発中の商品をお借りしておりますので、実際発売される商品とは異なるね場合がありますので、ご了承ください。はい、ということで今回こちらレビューしていくんですけれども、皆さんアーススパークのアニメ見てますか？今地上波でもやってるし、 YouTube でも期間限定で配信されてるんですけれども、おもろいんですよね。で、ちょっと見てない方のためにね、僕のそのアーススパークの印象を簡単に言うと、ただのバトルものじゃないなっていうね、感じがしまして、子供たちとトランスフォーマーがね、力を合わせて、で、その子供たちの家族も一緒に、もう全員で悪と戦うっていう、ヒューマンドラマ的なね、側面があるなと思いますね。で、なんかこう、みんなで成長していくっていうのがいいなって思います。で、あと、G1、初代アニメと、なんと世界観がね、繋がってるっていうところも魅力の一つなので、気になった方もぜひちょっと見てみてください。はい、概要欄に公式のね、YouTube チャンネルなど貼っておりますのでね、放送時間帯とかもね、ありますので、よかったら見てみてください。はい、じゃあちょっとね、見ていきましょう。はい、こちらがオプティマスプライムのビークルモードとなっております。このような感じになっております。いや、塗装がね、めちゃくちゃ綺麗なんですよね、これは。はい。あ、で、そうそう、このオプティマスも、今作、ちょっと今までの設定とはね、違うので、そこら辺も説明していきたいと思います。まず、オプティマスプライムは、トレーラートラックから変形するオートボットのリーダーです。まあ、ここら辺はね、同じだと思うんですけれども、今作ではゴーストっていう組織に協力しているため、そのエンブレムがついているんですよね。はい。で、そのエンブレムっていうのがこれです。はい、これがそのゴーストっていう組織のエンブレムになっております。もうこういうところがね、今までのトランスフォーマーとはちょっと違うところですよね。まあ、このゴーストのエンブレムの中にちゃんとオートボットのね、マークが書かれてるんですけれども、はい、そんな感じになっております。で、まあ、ビークルモードね、はい、このタイヤがついてますので、こうやってコロコロね、はい、転がして遊ぶことができます。はい、いや、ほんとこのね、色分けもね、素晴らしいんだよね。このまず成型色の赤がめっちゃ綺麗で、はい、こうつるっとね、はい、していって、で、灰色とかね、はい、この青とか、はい、成型色があって、で、その上からもめちゃくちゃ綺麗に塗装が施されていると。これ窓メタリックですね、このちょっと水色の、はい、こんな感じになっておりますと。じゃあね、早速変形させていきたいと思います。で、まずはこの下のアックスですね、これを取り外します。はい、このね、武器もしっかりこう、余剰じゃなくてこう、ね、くっついてるっていうのがいいですよね。で、次は、ここ。この部分ですね。これ外すんですけど、これがくっついてるのが、ここ。まず、これ太ももですね。太ももと、あとこの前の部分にくっついてるんですよ。ロックされてるので、これは外側にまず引っ張って、この太ももの、これを外します。こうやって。外してあげて、そのまま、下に引っ張る。はい、こうやって下に引っ張ってあげると、はい、ここの部分ね、これでこれが入り込んでました。で、ロックされてたんで、これが外れてこう腕が出てきますと。で、次ここの軸でカチッと、はい、固定してあげます。で、腕を横にして、で、一旦後ろにちょっと流しておきますと。反対側もまずここの太もものロックを、はい、ピンを外して下に引っ張ると。
はい、この下にそのまま引っ張ってあげて、で、はい、外します。で、腕横にやって、で、後ろにちょっとどかしておく。はい、こんな感じになります。じゃあ次、この後ろ行きましょう。はい、いや見てください、この銃ね、銃なんですけど、この銃もこの変形にこう関与してるんですよね。銃がないと変形が成立しないっていう大事な役割を担っていて、はい、まずこれ外します。で、足、はい、こう横にこうやっても外れません。これあのスライドで見えるかな、あのくっついているので、このスライドをスッとね、はい、こうやって左足、右足上、左足下にこうやってスライドして、ここのね、はい、ロックされてる部分を外してあげます。で、そしたらこのくっついてる銃を、はい、外してあげましょう。で、そしたらこんな感じになります。で、ここで腰をこのように移動させて、カチッとここで、はい、固定してあげましょう。で、そしたらこの足を後ろから出してあげて、はい、これで下半身完成になります。次はくるっと回転させてあげて、ここ、このフロントの部分ですね、ここでくっついているので、はい、外してあげて、後ろにね、こうやって倒してあげます。で、そしたらここ腰なんですけど、180度回転させてあげますと。で、回転したら腕を下ろしてあげましょう。で、腕を下ろしたら中にね、拳が入ってますので、この拳を出してあげます。反対側も、はい、こんな感じで拳出しますと。で、後ろ、はい、このフロントの部分をそのまま上にカチッとこう持ってってあげて、で、ここですね、ここパカッと開いて、で、ここの穴とここの突起をこう組み合わせて、はい、あげます。ここでこうやってね、はい、で、ここが固定されますと。で、そしたら最後、ここから頭をこのように出してあげて、で、くるっと180度ね、回転させれば、はい、これでオプティマスプライムロボットモードになります。ロボットモードのこのシルエット、美しすぎますよね、本当に。なんか毎度のことながら、こう完全変形でやってるの本当すごいですよね。はい、で、ちょっとまあちょっとじっくりね見ていきましょう。まずね、はい、塗装めちゃくちゃ綺麗ですと、うん、さっきビークルの時隠れていたこのお腹の部分とかもね、あの塗装めっちゃ綺麗にされております。はい、この顔も見てください。はい、こんな感じでね、しっかりと塗装をねされておりますと、色分けされております。はい、で、やっぱこの足ね、足めっちゃ綺麗ですよね。そのままビークルね、こうやって使ってたので、ね、変形このここぐらいだもんね。はい、なので足めっちゃね、スタイルいいですと。で、個人的にこのアーススパークのオプティマスプライムのデザインの好きなところがここなんですけど、この見てください、パイプがあのあばら骨みたいになってるっていう、このここめっちゃ好きなんですよね。はい、で、さらにこれ変形で、結構あの毎回トランスフォーマーでこのバックパック邪魔になると思うんですけれども、こううまいことね、ここに配置して、で、さらにここで固定してあげるっていうね、こう固定しなきゃね、ここ結構動いちゃうんで、ここで固定してあげることによって、こううまいことね、はい、こう邪魔になってないっていうのが素晴らしいと思います。で、さらにこの前から見た時にね、このバックパックないとほら結構スカスカになっちゃうんですよ、こんな感じで。だけど、こうバックパックがあることによって、ちょっとボリューム感もね、足されるし、こう前からのこのシルエットも結構良くなってるって、あの人間でいうあの広背筋のあたりのこのね、役割を果たしてるんで、すごいこう逆三角形に見えて、すごいプロポーションがよく見えますよね。はい。まあ、っていう感じかな。はい。いや、本当に完全変形って本当当たり前じゃないですからね。今度、当たり前にやってるけど。で、武器ね、はい、こちらアックスとこちら銃がねあります。なのでこうやって手にね持たせることができますと。はい、このアックス、
この青い成形色にね塗装されているっていう感じですね。でこの、ね、あのくっつける部分だけはあの塗装ねあの剥げるんでおそらく塗装してないっていう感じに配慮されております。でこちら銃もね見てください。この肉抜きなんだけど肉抜きと思わせないこのデザインがね施されていることによってね、はい、めちゃくちゃかっこよく仕上がっているっていう感じですね、はい、なのでこうやって武器をねもちろん持たせることもできますし、あのポーズもねこれ取らせることができます。あとはこの武器なんですけれども、この後ろですね、はい、ここのねこう C みたいなここの部分にこのようにこっち向きかして、はい、取り付けておくことができます。この銃もこっち向きにしてここで、はい、こうやってね取り付けておくということができます。武器を持たせてポーズを取らせるとこのような感じになります。やっぱりこの武器を2つ持ってるっていうのがめちゃくちゃかっこいいですよね。こうポーズを取らせててすごい映えますね、はい、この右手にアックス、そして左手に銃ってこう2つね両方持たせることができるっていうのがすごいいいですね。でさらにちょっと足見てください。これ足がもうここまで上がってここもうくっついちゃってるっていう、やっぱりこの足めっちゃ綺麗なんですよね、細いし、うん、なのでこういう隙間とかにもうそのまま持ってってでポージングにそのまま活かせるっていうところが素晴らしいですよね。でさらにこの見てください、足首ここがこう回転することによってこんな感じでね回転するので、こう地面にしっかりとこう設置させることができるので、こう無理なねポージングをさせてもしっかりとこう立たせることができるっていうね安定感も素晴らしいんですよね。めちゃくちゃかっこいい。あとはこのような感じで着地のポーズをもう完璧に決めることができます。これすごいよ。いや着地のポーズって本当にあの可動がね多くないとできないポーズなんですけれども、もういとも簡単にやってのけるというね。でこれどうやってあの可動させてるかっていうと、まずここ腰の部分これ見てください。はい、あの変形させるときにここにくっつけたじゃないですか、それをわざと外してこう前に持ってきてます。でこう骨盤動かすことによって足がこの体よりもねちょっと前あたりに来ることによってこういい感じにねこう足のポーズを取らせることができてます、はい、であとこの顔、この着地のポーズってこの上半身をこう前かがみにする必要があるので、頭がねこう上向かないといけないですよ。なのでここオプティマスね結構後ろ切れてるんですよ。なのでこう前を向けることができる。ただこれだけだとまだちょっと下向いてるんですよね。なのでこのまた変形の時に最初こう入ってたじゃないですか、こんな感じで、でここのパネルのこの移動も使ってこの上向く、さらにパネルをちょっと押してあげると、そうすることによってこんな感じであの前をね向いてるかのようにすることができるという、素晴らしい。でさらにここもだね、この腕もちょっと後ろの方にこうやって持ってってあげるっていう、これも変形の時のあの使ってた可動ですね、はい、っていうことによってもうこんなもう完璧なヒーロー着地のポーズができるっていうね、やっぱりトランスフォーマーの醍醐味ってあの普通のアクションフィギュアと違ってこういう変形に使った可動まであのアクションに活かせるってところだと思うんですよね。本当にそれに関してマジでこのオプティマスプライムは神すぎるね、可動がめちゃくちゃかっこいいもん。それではオプティマスプライムをロボットモードからビークルモードに戻し変形していきたいと思います。まずはこの武器をね外してあげましょう。はい、でさっきとまあ逆の手順なんですけど、頭をくるっと反転させてでちょっとこう倒します。でこのパネルにこうやってパネル倒して中に入れてあげると、でこのバックパックにくっついてる部分外してこうやってね、はい、隠してあげます。そしたらこう後ろ倒してあげて、で腕をこのように内側に拳しまってあげまして、で、はい、180度
回転させて、ここの穴にこのフロントの部分をしっかりとこのように、はい、はめてあげましょう。で、そしたら次足ですね。はい、この上とこの下の部分これ持って、で足もこう持ってあげて、でちょっと下にね引っ張ってあげると、はい、パカッとここ外れるので、外してこのようにね回転させて、でここでこの銃ね、銃がここにくっつくんですけれども、この時に一旦銃をここね、はい、ここのこの L みたいなところにくっつけます。はい、こうやってくっつけてあげて、でまあ挟み込むんですけど、その前にここ、この足と足もこうやってスライドでくっつける必要があるので、でここに、はい、入れつつこのスライドもやりつつっていう、この2つ、このね2つやってあげてくっつけたら、この穴とこの溝ですねにこうやって銃をはめてあげます。こんな感じになりますと。でこの足の部分は回転させて収納してあげると。でこうなりましたと。そしたら肘曲げてあげて、はい、でこの肩をこのぐらい、まあ、完全に閉じないぐらいですね、はい、このくらいに持ってきてあげて、で肘をここに、はい、持ってて、これ外れた、もう一回こうくっつけて、で、はい、こうなりましたと。これまずここの部分をこのフロントの穴にこう入れてあげて、でここですね、はい、この太ももにくっつけるんですけど、ここのクリアランス、この隙間にこの腕を入れるっていう作業もあるので、うまいことこの腕を入れてあげながら、この前のこの部分も意識してこう入れて、でここ太ももにも入れるっていうこの作業をね、してください。反対側も、はい、このようにちょっとこう、はい、やってる時にこの前の部分を入れて、太もも入れて、はい、でこうですね。そしたら、はい、ここの部分ね、しっかりとこう揃ってるかなっていうのを確認して、でここも銃も取れたらまた入れてあげて、で最後アックスをここですね、この UU みたいなところに、はい、このこっちの U をこうやってはめ込んであげれば、これでオプティマスプライムビークルモードになります。やっぱ変形もね、面白いんですよね。個人的にこのパカパカのこの変形好きですね。こうバックパックの時のしっかり固定できるパーツとか、あと銃をこううまいこと使ってるっていうのもいいと思いますね。はい、素晴らしい。ということで今回の ESD-01 デラックスオプティマスプライムのレビューいかがだったでしょうか。やっぱり変形のさせごたえあるし、ポージングもめちゃくちゃできるっていうことで、いやこれアニメ見てるとね、本当に欲しくなるんですよね。はい、なのでこうトランスフォーマーね、今まで買ったことあるよっていう人とか、ちょっと興味あるよっていう人とかね、劇中のねオプティマス欲しいよっていう方ね、ちょっとぜひ購入してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画以上になります。トランスフォーマーアーススパークは毎週日曜朝9時15分から放送してますのでね、皆さんよかったら見てみてください。はい、ということで以上スタルケルでした。